来はるんで、今あのお城の方に向かってます。お城がね、お城がなんと11時から溶けるんで食べます。It's worth. ご苦労様です。ご苦労様です。ご苦労様です。ちなみにほら。立つ。これ以上行くと危ないんでやめときます。おーほー、パレードが始まるんでね。パレードが始まるんで、通行止めになります。多分11時から通行止めなんで。まさかみはアイスクリーム食べるの必死です。アイスクリームだいぶ食べました。今から向こうの福知山城の方に行きます。画面が見えなくてすみません。なんか黒くなってる。やばい。熱暴走かな。今お城の方向かってます。道を譲ってくれる方とくれない方がいまして、今城に向かってます。結構ね距離があるんでね、
だからうちから15、6分かかりましたね。ちょっと流れ早い。で、私はここで飯食います。ここで飯食います。ここでご飯を食べます。で、先ほどの店は実はですね、私が勤めてる会社のあれなんですよ。がやってるんで、私の勤めてる会社の障害者の子が店番してきた。いや、今買ってきたんですよ。あそこで。朝ね、私の担当の子が、おっちゃん今日やってるから来てやって言われて、それで早速のこのこ来ました。のこのこやってきた。いただきます。パナちゃんいらっしゃい。おやんさんいらっしゃい。サンキューカミング。今日めっちゃ暑い。なんか熱暴走しと、ちょっと。たけのこご飯です。たけのこのご飯と、かやくご飯買いました。これ朝ご飯です。完食。で、コロッケも買いました。コロッケ。いただきます。うまっ。あ、これうまいわ。濃厚な味がする。結構牛が効いてる。牛が、うん、これ美味しい。うん、あ、これニンニクも入ってる。ということでね、11時から鉄砲隊が動くと思うんで、行きたいと思います。めちゃくちゃ暑い。今日めっちゃ天気
あのお城向かって行きますね。あのお城向かって、あのお城、あの福知山城に向かって行きます。ハローサンキューサンキューカミング。これ川ですね。川、由良川ですね。由良川よく氾濫します。でこれ音無瀬橋って言うんですけども、なんで音無瀬橋っていうかっていうと、音無瀬っていう音がなしね、音がなしって書くんですけども、ここではですね、神社とかに納めるその川魚を取る場所なんですよ。だからですね、実際その普通の人が入って漁しちゃいけないということでね、音を立ててはいけない、音無瀬橋っていうかね、そういう命名らしいです。まあ、あちこちに私音無瀬橋ってね聞いたことあるんでね、まあ、ここだけじゃないと思いますけど、多分全国的にそうなんじゃないかと思いますね。だからこの河原見てください、すごいねこの河原。こんな感じですね。で多分みんな鉄砲隊を目当てにですね、多分福知山城の方に向かってると思います。あの会場が離れてるのがね、なんともなんていうかな、こうあれですね、離れていなければねすぐパッパッと行けるんですけども、11時からなんであと20分で、あの上までたどり着かなきゃいけません。私は今こんなとこ走ってます。いつもね風が吹いて気持ちいいんですけどね。ここはほら音右衛門さんね、ここ足立音右衛門さん、お父さん、さん、これでお城ね。今城に向かってます。あの城に向かってます。ここは蛇行しないと、蛇行しないと登れないですね。桜がだいぶ葉桜になってきてますね。準備してるわ鉄砲隊。
人が多いので、あそこで、スタンバってますね。丹波亀山鉄砲隊らしいです。本当の火縄銃なんで、さすがにの隊を出したらバンになります。多分ね、あれ登ってくると思うんでね、はい、上で待ちましょう。上で急なんでね、ここの坂が、ここの坂が急なんで。あそこで多分ね、あそこで奇襲攻撃の打ち合わせをしてるはずです。あ、どうもラムちゃんいらっしゃい。あそこで奇襲攻撃の打ち合わせをしてるはずなんで、こっちはもうお城祭り。ここがね、あの門のとこになりますけどね、こっから上がっていけないですね。寄り道しまくってんのは、あの時間がまだあるから、石垣登らないでください。この砂利道にはもうこの車、電動車入れないですね。天陽石って言いまして、多くのこういうね、こういう灯籠とかの、ものをね、使って、組み立ててますね、石垣は。およ。いい天気です。ありがとうございます。天気に恵まれましたね。はい、福知山城でございます。福知山城でございます。桜もこんな感じですね。